養殖業、養殖業、養殖業、英語、アキカルチャーとは、生物を、その本体、または、複製生物を、食品や工業製品などとして利用することを、目的として、人工的に育てる産業である。金魚、錦鯉などを鑑賞、愛岩目的で育てることは、養魚と称する場合が多い。競技及び通常は、水産業、養殖漁業の一種で、 魚介類や海藻などの水生生物の人為的繁殖について使われる。講義には生物全般を育てることを指すが、陸生植物に関しては栽培、濃厚、哺乳類に関しては畜産、そのうち父牛などは落農、鶏に関しては養鶏、豚は養豚という用語がある。養殖するためには対象となる生物の生態を知る必要があり、安定した。 養殖技術の獲得までには、時間がかかる。魚介類に関しては、卵あるいは稚魚、違いから育てることが多い。反面、飼育新魚からの採卵と管理環境下での負荷を経た、稚魚及び、稚魚の質と量の確保が困難な魚種、例えば、日本ウナギ、クロマグロ、ハマチの場合、自然界から稚魚を捕らえて育てる、畜養が行われる。日本ウナギやマグロ類では、 地魚として用いる未制御の捕獲行為が無制限に行われ、捕獲する行為自体が天然資源資源現象の要因としてさ茶ていたが、黒ロ,ロにおいては2014年から未制御の捕獲制限が行われると報道された。多くの場合、育てた生物自体を食用とすることが目的であるが、生物の育成によって副次的に生成される物質を食用以外の用途と、 する場合、真珠などもある。一方、人間によって略奪、破壊された海洋環境を自然に返す手段の一つとする見解もある。養殖には、量の条件や捕獲環境を管理できることで、捕獲時のダメージによる劣化を防ぎ時間やエネルギーなどの隠しコストを抑えられること、漁種によっては、天然環境に比べ成長が早めることが、 術的に可能であることなど、明確なメリットがある。魚が逃げ散ったりしないように管理して、給仕や漁獲を容易にするため、海の沿岸域や、淡水の故障などに、様々な施設が作られる。魚介類の種類に合わせて、海面イケスや、イカダ、幼魚池などが使い分けられる。海水魚の一部は、海水の水質を保って内陸部で育てる。 閉鎖循環式陸上養殖が可能になっている。特にワルテン工事において、波や海流、潮流が激しい外海での養殖は難しいが、ノルウェーでは、北海油田の石油プラットフォーム技術を応用し、水深150メートルの海洋でサーモンを養殖している。中国には、淡水魚の養殖では、古くからの歴史があり、 今なお最も盛んな鯉の養殖は3000年前から始まったという。春秋時代に越王の進化であるハンデーが世界初の養殖についての概論書、養魚業をした。古代ローマでは、カが養殖された他資産家の投資先の一つとして、養魚池の経営があった。養魚池には、淡水の池もあれば、海から海水を引き込んで内陸に作られる海水池もあった。 資産家たちは共演に使われる高級魚であるヘダイやヒメジなどを育てていた。中世ヨーロッパでは川カ,カマスやウナギ、市順節用の鯉の養殖が盛んで大事主が農夫に池や湖の権利を課し、魚と金銭を徴収する形で行われた。領主は水産資源と養魚家の権益を守るために川や湖での釣りには厳格なルールを作った。 上流階級には特許状を出したが、平民が違反すると重罪となった。生物の誕生から次世代への継続というサイクルを、すべて人工飼育で実施することを完全養殖という。例えば、魚類であれば、生魚から卵を取り人工孵化の後に生魚に育て、さらに成長させた大魚から卵を取って、人工孵化させるというサイクルができると完全養殖と呼んでいる。生 酒か、小イカ、マダイ、ドラフグ、旋回性のエビ等多くの食用となる種では、技術確立し、完全養殖が行われている。一方、食用魚介類として、馴染みのあるイカ、タコ、サンマ、イワシ、アジ、海鮮カニ、カキなどでは、完全養殖は行われていない。例えば、養殖魚として、馴染みのあるハマチにおいては、畜養が全てを占めている。 完全養殖は産卵、孵化、治療育成、性的成熟まで全ての過程を最適条件に管理した環境下で行うもので、生物の生態と各過程を詳細に研究し最適な良さ、強明るさなどの条件を生み出す必要がある。実際に完全養殖を行おうとした場合、目的とする魚種の生態解明だけでなく新魚の 飼育と稚魚の生産までにかかる生産コストも重要で、生産コストの上乗せが容易なうなぎ。マグロでは技術開発に成功しているが、サンマやイワシなど安価で販売される予種では技術開発も行われていない。しかし、21世紀に入ってから、かつては不可能とされていたうなぎなどの魚介類での完全養殖の実験が実験室レベルで成功し、特にクロマグロは、 長い期間をかけて完全養殖を商業的に成り立たて,ており、今後の技術発展に水産業者の関心が集まっている。完全養殖の世代を重ねると、養殖しやすい特性を持つ遺伝集団が形成される。反面、単一の形質を持つ遺伝的な多様性に欠ける集団となる。その結果、環境ストレスに対する耐性や、大病性を低下させるとともに、 経内人工種苗が新魚となった自然界での再生産のサイクルが良好に機能しない原因となっている可能性があゆで指摘されている一方遺伝的多様性を維持するために養殖メスと野生オスを交配させ次世代の種苗とすることで遺伝的多様性の維持を図ることが可能である百八十三年に著名な生物学者トマス・ヘンリー・ハクスリーはタラ漁 ニシン漁、マイワシ漁、サバ漁、そしておそらくすべての海洋漁は無人島である。つまり、我々人間のすることなど魚の数に大きな影響を及ぼすことはないと述べたが、その後の一世紀で世界の海洋資源は激減し、国連食糧農業機関の推定では流通している。主な魚の3分の2は、集団を維持できる以上のレベルで捕獲されていると指摘している。 西ヨーロッパでは1970年代に進歩しすぎた漁法による漁業資源の枯渇と沿岸の無秩序な開発や海洋汚染が問題となった。ムール街やカキの養殖は18世紀以来の伝統があったが海洋汚染のために従来の場所が養殖に適さなくなったり新たな手法を開発する必要に迫られたりした。巨類の養殖は中世以来捨れていたが 環境問題の高まりとともに研究や実践が進みつつある。カナダ、スカンジナビア、チリでは酒加魚類の養殖が盛んである。養殖魚の成長には温度管理が重要となるが、フランスやカナダでは原子力発電所の冷却水を利用した温度管理でうなぎや鯉養殖が行われている。アメリカ合衆国では流通しているニジマスとナマズのほぼセントが 養殖されたものである。中央ヨーロッパでは伝統的に鯉の養殖が盛んで、中でも南ボヘミア地方の鯉は世界的な名声がある。ハンガリーでは鯉とアヒルヤがチョウを同じ池で飼うことで、課金類の排泄物で鯉を織らせている。似たような方法は中国や中央、アフリカなどでも行われている。また、数年ごとに池の水を抜き黒類を栽培する臨作を 行っている。養殖対象となる主な品目は、魚類で生産校の多い種は、コイカ、サケカ、ティラピア、ナマズである。甲殻類では、千回生エビの養殖が1970年代から、上海ガニは1990年代から急激に増加した。軟体動物ではカキ、紫以外など、その他にはクラゲ、ナマコ、ウニ、ホヤなどである。 1980年代以降に中国国内中華人民共和国の生産工の養殖が急成長している。2009年の生産量は約8000万トンで生産金額は860億ドルドル。日本における養殖による生産量は重量ベースで世界の約1%であった。魚種によって生産値は全く異なるが生産金額では 下記の地域は、上位にランクされる。西九州、四国はいずれもタイ、ブリ類、ハマチ島、ウナギの養殖が盛んである。なお、海面漁業も含めると北海道が最多である。宮城県、岩手県の三陸海岸は東北地方太平洋沖地震の津波で大きな被害を受けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。